こんにちは。テニスコーチチャンネルの時間がやってまいりました。今日は、まあ今コロナでこういう時代じゃないですか。まあ、僕も今年レッスンがね2ヶ月休業になっちゃったりとか、まあ今がテニスの学校行ってる子も学校がなくなっちゃったり、授業がなくなっちゃったり、いつもより少なかったりとかすると思うんですけど、まあそういう時にやっぱりこうテニスコーチを目指している学生とか、新人のコーチが何をした方がいいのかなっていうことを考えて、ちょうどなんかねこう龍太といろいろ喋ってたら、ヒントが出たっていうか、この前やらかしたからな。まあやっぱ今コロナ禍でこう我々テニスコーチは今何をすればいいのか、ここをテーマに話したいと思います。いきましょう。じゃあ行ってみましょう。これはいつもね、行ってみましょうか、行ってまいりますとか、なんか感じ、いつも感じなんで、そろそろ決めたいと思います。やっぱりさ、レッスンがない、学校がない、そうなってくるとやっぱりね、学生さんはこう教わる人が身近にいないとか、僕たちはお客さんと会えない状況が続くじゃないですか。やっぱそういう時こそやっぱり知識をね増やす時間に使ってほしいなと。知識、はい、やっぱり僕も龍太も別にね、インターハイインカレ出たとかそんなことはないんで、例えば早稲田大学のテニス部で、もうインカレも出て主将でしたとかいうやつが目の前に現れたら、もうそれだけでそっちに行っちゃうんですよ、みんな。うわ、そういう人に習いたいなって思う。だからそこに勝とうと思ったら、やっぱそういうテニスのレベルとか学歴とかを凌駕する、こうなんか知識の量とか、コーチングのうまさっていうのが必要になるんで、ね、テニスで勝負したら勝てないわけですから、違うところで勝負をしなきゃいけないです。そうじゃないと僕たちに勝ち目はないんで。そうですね。でやっぱり今後テニスコーチという職業のステータスが例えば上がってきたら、本当に今、有名な大学の頭もいい、テニスも上手いような大学の人たちが就職先という選択肢で選んでくるようになったら、ますますやっぱり勝ち目が少なくなってくるんで、今こそね、やっぱコロナで家にいる時間が長かったら、こう勉強する時間にした方がいいのかなと思います。まあ例えば学校でやった授業のことをもっとね深掘りするとか、スクールで研修受けた内容をもっと深掘りするとか、やっぱ全てね、こうテニスはこう動作があったら、こう一つ一つにそのやる理由とかは必ずあるんで、そこをねどんどん掘り下げていってくれると結構面白いと。そうですね、思います。うん、オープンスタンスで打ちますって。じゃあオープンスタンスってなんでやってるんだろうとか、そういうとこを深掘りね、してってほしいですよ。結構これマニアックな話だと思うんですけど、オープンスタンスなんでやるか知らない人結構多いと思うんですよね。じゃあここをオープンで打ちましょうってコーチの人も説明して、マニアなお客さんにオープンスタンスってなんでやるんですかって聞かれたら、ちゃんと答えれますか。いやお前答えられるんですか。だからそういうのをねどんどん深掘りしていくと、やっぱ自分の知識にもなるし、すごいね面白い。僕はそういうの好きなんで面白くなってきます。プロがやってるからですよって言ってしまっていいのか、ね、ちゃんとした理由が説明できるのか、それでだいぶ違うと思うし、うわこのコーチ勉強してるなって、このこういうちゃんと勉強してるコーチに習ってみたいなって、それだけで思ってくれるかもしれないって、やっぱそっちで
ね、テニスに実績がない人ってそっちで勝負して僕はいいと思うんですよね。錦織圭がスクール開校しましたっつって、錦織コーチと沼地コーチ2人いたら多分最初はね100人錦織コーチの方で10人ぐらい、まあこっち空いてるからっていう理由とかで沼地コーチとかそれぐらいの割合になっちゃうと思うんですけど、俺は半年で逆転する自信はありますね。だって俺に習ったら上手くなるから、あっちは選手で僕はコーチなんで、だそれぐらいなんか実績、テニスの実績がある人にもう負けないぐらいの知識をね増やす時間に今こういう時は使ってもいいんじゃないかと思います。そうですね、あるね、なんかインスタとかで見たんですけど、オープンスタンスの練習をしていますとかねやってるじゃないですか、ね、誰だだからそこをなんでオープンスタンスやるのかとか、うん、どんどん掘り下げて、じゃあオープンスタンスの他に何がスタンスがあるのか、あと何ですか、オープンスタンスの他にスタンス、スクエアとクローズド、スクエアとクローズド、難しいっすよ、ね、スクエアとクローズドスタンス、スクエアって何ですかって、わかります、わかんないでしょスクエアってさが、ね、四角四角って意味もあるけど平行って意味があるんですよ、うん、平行って意味がね、うん、そう、それは足が平行じゃなくて打つ方と自分の足がつま先とつま先の対角線が平行っていう意味でスクエアスタンス、これこの間ね龍太と喋っててこういう話題を動画にした方がいいんじゃないかと思ってでクローズドスタンスなんでクローズドだけ過去形なのかとかね、そういう話をしてたんですよ、うん、そうね、クローズスタンスじゃないのって、うん、クローズドスタンスなんで動画つくのっていう、ね、そういうとこを知ってるか知らないかであなたの信用度が変わる変わります、ね、変わります、ね、そうそう、だからコートの、ね、広さをねしっかりと覚えるとかね、ああそう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 、いや今日もありましたよ、あれコートの広さをねポロッと伝えたらこうおおみたいな、ああなるほどね、知識をひけらかしてねひけらかしてっていうのはあれだけど、やっぱ知識があればあるほどやっぱりレッスンにも使えるし、あの出る言葉にもね深みが出るとか意味が出てくるんで、そういうのはね知ってた方がいいですよ、はい、まあ、ルールとかもそうだし、あの、うん、毎年変わるんでね、そういうのに情報を貼っておくとか、いや今リュウタが言ったコートの長さとか、ね、体がどうなったらどう動くのかとか、そういうとこを突き詰めていくと結構楽しいですね。学校の授業でさ、機能解剖学とかさ、マジでさ苦痛だったじゃない、難しくていや難しいもんだってでも機能解剖学って本当レッスンで大事で、体がどうなったら体どう動くとか、そういうのを覚えとくとそこを直せば一発でテニスも直せるんで、意外とね、あ、後々大事ですから、はい、教科書を取っといてください。そうそう、そう、学校卒業してねテニス教本を見て見るとテニス教本間違ってんじゃんって思うとこも結構ありますよ。 あるね、あるある、うん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 、テニス教本は全部正解ではない、うん、できた、これまた怒られちゃうから、そうね、まあ、いやでも、ね、改めて読んでみるとテニス教本ってこう間違ってんなって思うことは結構あります。まあそれを信じて勉強してる学生の方には申し訳ないですけど、ね、指導法の矛盾点とかもね、ある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 じゃないですか、めちゃめちゃあるじゃないですか。だからあくまで例えば資格を取るための勉強だから一般スクールのプレイヤーには当てはまらないこともあるんで、そう、そういうこともやっぱり覚えておいた方がいいです。コンチネンタルで打点前ってさ、もうおかしいに決まってんじゃないこれ、フォアボレね、大体持ってないでしょコンチネンタルでフォアボレ、持ってますか、持ってます
まあ、持ってる人もいますだから突き詰めていくとやっぱ面白い。そうそう、突き詰めると面白い。そう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 、うん、僕はここは結構変態レベルです。あの日本トップクラスです。そういうのは結構何でも返ってくるよね結構何質問もそんなそんじょそこらの質問じゃないんだけどなと思いつつも返ってくるからさすがだなと思うんで、ぜひあの分かんないことあったら DM くださいねDM ねくれてもいいんですけど、ただ答えを教えてくれっていうのはあんまり僕は好きじゃないですからね僕はこう思うんだけどどうですか。あ、そうですね。そういう方がいいですよ。はい。教えてもらえればもう一発で答えももらえると思ってたら、やっぱりそこはね自分のためになんないからな。僕こう思うんですけど沼津さんどうですかとか言ったら言ってくれたらもう、うんうん、そんなんねニヤニヤしちゃう、うん、嬉しくなっちゃう。あ、こういうコーチ若いのにこんなこと真剣に考えてくれてるコーチがいるんだなって思うとやっぱ嬉しくなります。なんか勉強会とかね、いやその友達じゃねえや、同僚と、まあ、2人でもいいし2人以上でね、うん、ディスカッションする一つの議題、そのオープンスタンスのオープンってはどういう意味があるのかとか何でもいいんだろうけど、 深めるっていうことですね。いやそうっすね、本当にね、もうだってもうすぐ多分学校なんて冬休みに入っちゃってまたテニスがねなくなっちゃうわけじゃないですか。だから学校でやった内容とかで気になることがあったらみんなで LINE の通話で話すとか、Zoom でつなぐとか、ね、そんなでもいい。で、ね、そうで、みんなで意見を出し合うのが大事なんですよ。別に正解を一撃で出すわけじゃなくても、みんなで意見を出したらそれがあの教える人にとってはすごい役立つ選択肢、引き出しの数になってくるんで、間違った方にね進まないでほしいですけど、ちゃんと正解にはたどり着いてほしいですけど、やっぱみんなで意見を出し合うとこういう言い方もあるとかこういうやり方もあるなっていうので、やっぱり教えるっていう技術がつくと思うんで、それいいと思います。なんかやっぱ教えるってことは自分が説明できないといけないし、そう自分ができない、自分が分かってないのに言っちゃったら責任取れないんで、教えるんだったら自分が完璧に説明できるように理解してないと、ね、理解してないとダメです。そう、今だから例えば学生同士新人たち同士で喋ってるから、これジョコビッチがやってんだぜ、うわそうなんだっていいと思うんですけど、スクールに入ったら相手するのは自分より年上の大人ばっかりなんで、お金を払ってる人ですからね、そういういい加減な回答ではダメな場合もありますから、そこもちょっとマニアックにやってみてください。そうですね、自分なりに答えを出すということでいいんじゃないかな。そうね、その答えに自信がなかったら僕に聞いてくれば大丈夫です。そうそう、何でも書いてくださいね。絶対に学校とかスクールのヘッドコーチとかにも教えてくれないことは僕に聞けば大丈夫。説得力ないな、テニスの学校じゃないから。まあいいか。いや、本当ですね、テニスコーチですからね、本物ですから。北の国からみたいな格好ですからね、今日ね。さあ今日はここら辺にして、ね、でもゴールがあったとしてもそのなんか経験によってたどり着き方がどんどん変化はあると思うんで、どんどんシンプルになっていく場合もあるでしょうし、自分なりの答えを今持つということで、やっていければいいんじゃないかなと思います。リュウタもまだまだ勉強してます、僕もしてます。分かんないことは分かられません、来週までちゃんと調べておきます、いいんですよ、いいんです、お客さんには、いい加減な
答えをするよりよっぽどいいです。わからないことはわかりません。ちゃんと調べておきます。それでいいです。それをね、ちゃんと調べて持ってきたら、ちゃんと調べてくれたんだなって。ああ、そうですね。そうそう、やっぱり、そう自分が知識がなかったこともプラスに捉えられます。プラスに変えていけるんで、ね、やり方次第です。そうですね、それが責任だよね。それが責任です、うん、ナイス。そう、いい最後ね、うん、ナイス。さだまさしを歌ってたかと思ったら、いい話で終わりました。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあね。じゃあねー。いい感じだった。